いやどうも、東京のテッチャーと、しみずです。今回こちらを買ってきました。ででん。アイロボットルンバでございます。散々見たことある商品だと思うんですけど、はい、意外と動画で使ってる人がいないと。いないっすね。2200年 TV さんぐらいルンバって意外とどういう動きするのかとか知らない人が多いと思うんですよ。なので今回はですね、ルンバの性能を確かめるみたいな、そういうのも含めて、ルンバのお絵かきゴミをこうかき集めながら動く全自動のロボットなんですけど、はい、ゴミがある方にまたね進んでいくと思うんですよ。ってことはつまり一直線のゴミがビヤーってあったら、その一直線のゴミをふわーって取ると思うんですよ。そう。ってことはですよ、ドラえもんの形のゴミが仮にあったとしたら、ドラえもんの形で動くわけですよ。ってことはですよ、油性ペンをなんかペンってくっつけて野に放ったらですね、でかい絵ができるんじゃないかってことだよね。これを聞いた時、僕はこいつ天才だと思いました。物をこう回収すると同時に新しい作品の世にを出す。お絵かきする時代が来た。ロボットが。掃除だけじゃ物足りないと思っている皆さんいませんか？ルンバにね、絵を描く機会を与えてみてはどうですか？できると思いますけど、僕たちがそれが本当にできるのか、一応検証してね、ルンバの新しい才能を見出していきたいと思います。はい。床に描かれたらまずいね。そう。いろいろと設置していきましょう。これお弁当をしてた。はい。ご飯で煮物かな。さあ、というわけで、はい、ルンバのお絵かき帳が出来上がりました。ました。それじゃあ、一味唐辛子で描いていきたいと思います。今回ですね、ペンを上げ下げできないんで、一筆書きのキャラがいいということで、こちらのオンエアバード。僕らのサインでね、いつも、あれ、一筆書きだったんですよね。そう、そこを、それをね、まあ、ルンバに描いていただこうということで、まあ、ピースの異常のせいで存在価値なくなったこのキャラをね、十分あるよ。それじゃあ、描いていきましょう。はい。おー、なるほど。目とかは、一筆じゃないかもしれませんが、そこはお許しください。そうね。いいっぽいよね。いいじゃないですかね。ルンバの特徴としてやっぱ端っこまでゴミ取れるっていうのを歌ってるんで、端っこまで絵も描けると思うんですよ。余裕だと思います。これむずい。この点点点がここをどう表現してくるかだね。完璧でしょ。もう超いいじゃん。これをなぞって書いてくれたら本当に最高だよ。しかも片付けてくれるしね。ね。はい、ということで人間の出番は終わりましたんでね、もうこっからルンバの仕事に任せたいと思います。それでは設置しましょう。よし、オッケーでしょう。さあ、いよいよ運命のスタートの瞬間ですよ。この辺に置いてルンバがまずどっからこの絵の線に入っていくかっていうのもちょっと見どころですね。それでは世界初絵を描くルンバ誕生の瞬間、イエラー、また後でお会いしましょう。うわー、頑張れルンバ。はいはいはい、どうもどうも。はい、来ました来ました。今見てないですよ。まだ全然見てない。まだ見てないです。止めることできないんで、このまま行きますよ。生徒で見ますよ。見ましょう。はい、ルンバの絵描いた絵がこちら。せーの、ドン。あーあー、なにこれ。ダメよ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 。何しろ。入る入る入る。あと、え、掃除が終わった。俺が触ってない今。え、すげえ。何そのタイミング。なんかクリーンポンみたいな。なんかアイデアとかそういう創作意欲があるわけではなく、まあゴミを片付けるだけのロボットということで、いいんだよそれで。そうか、それでいいんだよ。そういうもん。そういう